けるわ結構。はい、皆さんこんにちは。正月休みも終わり、これからウラジオストックに帰ります。で、今回はマイルをめっちゃ貯めてたのでアップグレードしてビジネスクラスに乗ってみます。ということで、ロシアの飛行機アエロフロートのビジネスクラスをちょこっとだけ、まあご飯食べる程度ですが紹介します。では、はい、空港着きました。やっぱり年明けすごいですね。人めっちゃいます。で、いつもの空港に入っていきます。はい、めっちゃ今日は楽しみですね。ちょっと優雅にビジネスクラス、ちょっと調子込んじゃいますけども、まあたまにはいいんじゃないですか。ということで、どんな感じなのかを紹介しようと思います。はい、チェックインカウンターももちろんビジネスチェックイン、なんか赤でかっこいいですね。はい、普通のはめっちゃ混んでますがビジネスはガラガラです。はい、保安検査すぐ終わりました。ビジネスはやっぱすごいですね、待遇が違う。はい、では次はビジネスザールですね。はい、ラウンジ行きます。どんな感じなのでしょうか。まああんまり取れないと思うんですが、まあ、ちょこっと取ろうと思います。はい、ビジネスザール、ラウンジどこですか。この先にあるということは言われました。はい、この右側がラウンジ、ビジネスラウンジ、ビジネスザールですね。はい、中に入りました。ちょっと席確保してちょっとご飯食べます。まあいろいろありますね。はい、こんな感じで綺麗な椅子とソファーと、はい、ワインとサラダと、まあちょっとなんか春雨みたいのといろいろ取ってきました。はい、ちょっともう一皿取ってきました。スープ、ロシアのスープとお米ですね。でワインも一杯いっちゃいます。飛行機搭乗まであと2時間なのでゆっくりします。はい、飛行機見ながらゆっくりと休んでます。もう乗り込みます。はい、バスに乗り込んで飛行機まで行きます。はい、はい、飛行機に着きました。乗っていきます。どんな感じなのでしょうか。はい、自分の席に着きました。そしてウェルカムドリンクでシャンパンをいただきました。はい、もうご飯のメニュー来ましたね。ちょっとメニュー見てくださいということで、アエロフロートのこんな感じのメニューです。食前酒のつまみ的なものからザクスカ、サラダ、スープとメインですか。まあサーモンとかオヒョウとか、まあその辺がメインですね。まあチキンとかもありますけども、まあいろいろあります。まあこの中から選んでいきましょうか。で、最初はフォアグラのなんちゃらと、なんかすごそうですね。美味しいのか。はい、では、はい、待ちましょう。はい、夜出発だったのはちょっと暗いんですけども、電気ついてない中こんな感じです。最初はフォアグラのなんちゃら来ました。これちょっと食べてみます。ちょっと電気つけました、暗いので。で、ハイボール作ってます。勝手にハイボール作って飲みながら食べようかなと思ってます。次に出てきたのはサーモンとオヒョウの、まあサラダというか何ですか、前菜というか出てきました。食べれるのかなこの量、すごい量です。ロシア人に合う量だと思うんですけど、めっちゃ濃い。これメインまで持たない。で、可愛い胡椒と塩、ちょっと味がないのでこれかけていこうかなと思います。はい、胡椒をまずかけましょうか。はい、これ塩、塩も可愛い感じ。まあちゃんとした食器使ってますね。まあ塩かけてみましょう。はい、塩と、本当味ないです。まあ飛行機の上味ないって言いますけども、本当に味ないので、まあ胡椒もかけていきましょうか。
はい、これで味が出てくると思います。まあでもそれにしても量が多いんで食べきれるかなって感じです。でハイボール勝手に作って飲んでます。ウイスキーとソーダと氷頼んで、いやー食べきれないですね。めっちゃお腹いっぱい。残念ながら残したくなかったんですが、でもこれメインにたどり着けるのかなって本当感じです。やばい。ハイボールは何杯でもいけちゃいます。はい、次もこれまたサラダみたいな感じでめっちゃ量多くて、これまたびっくりなんですけども、はい、エビとキヌアですか、これとブロッコリーとアボカドと大根とズッキーニ。はい、では暗い感じで、はい、皆さん食べてますか。暗い感じなんですよね。はい、あんま電気つけてる人いるか。はい、じゃあキヌアからとりあえず食べてみましょうか。まあ、キヌア美味しいですからね。はいはい、まあ、キヌア美味しいです。はい、次エビいきます。このごまソースみたいなのつけてみましょうか。はい、いただきます。うん、ソースもあんま美味しい。はい、美味しい美味しい。これはほうれん草ですね。ほうれん草もちょっと手づかみで食べます。で一番美味しいのは大根。大根一番美味しいの一番美味しい。大根一番美味しいですね、本当に。はい、でもまあ日本食食べたいです。ちょっとこんなのじゃなくて、はい、これ食べきれんのみんなって思いますけども、本当に。はい、じゃあちょっとアボカドもちょっと食べてみましょうか。はい、なかなか柔らかくてちゃんとしてて、はい、いい感じですね。でもこの種もなんか、これ何ですか、これは松の実か何かかな、でできてて、まあまあまあいけてますけど、量がとにかく多すぎ、全然食べきれない量。これロシア人多分ペロッと食べちゃうと思うんですけども、日本人にはきついかな。はい、でハイボール飲むの忘れてましたね。はい、ハイボールで流し込む。いただきます。うん、ハイボールうまい。でまたこれまたちょっと食べきれない感じで、ごめんなさい、残します。ちょっと贅沢ですね。はい、まだまだ出てきます。食前スナック出てきて、サクスカ出てきて、サラダも出てきたので、次スープですね。スープ出てきます。はい、スープ来ました。サーモンとなんか麺というか、はい、入ってます。はい、でまだメインも出てきますけども、メインもおひょうと何か、はい、ちょっと出てきますけども、大丈夫かなっていう感じです。日本食食べたい。もうスープは、まあロシアのスープ美味しいですから、はい、まあちょっと食べてみましょうか。はい、普通に美味しいと思います。ではいただきます。うん、美味しい美味しい。まあまあそうですね、まあいつものロシアのスープで、まあ非常に美味しいスープですね。今までで一番美味しいかも、今出てきた中でという。はいはい、メイン出てきました。なんかちょっとやばそうなメイン出てきちゃいましたけども、おひょうとなんかこのなんかドーム型のなんかわけわからないのちょっと出てきちゃいましたけども、はい、これもなんかホワイトソースみたいな感じの、まあまあまあちょっと食べてみましょうか。あんま食べたくない感じですね。なんかちょっと微妙な感じですね。なんか野菜をのピューレみたいな感じで、まあでもちょっと食べてみます。でハイボールで流し込む、それしかないですね。でもハイボールがないという。はい、ハイボールもいっぱい頼みました。はい、ちょっとハイボール作って流し込んでいきましょうか。本当に、はい、ちょっと修行になってきてますけども、はい、ビジネスのご飯を食べる修行、ちょっとやばいことになってます。苦しいです。いや、ハイボールいい。全然食べれない。チキン頼めばよかった。でもチキン食べたくなかったからな。まあ魚で、まあゆっくり食べようと思います。
はい、最後ハイボールとバニラアイスとアーモンドチップの入ったアイスですね。ちょっとこれで口直しして寝ようかなと思います。これは多分一番うまいかも。やっぱうまい。これとハイボールも最高。これだけでよかったかもしれないですね。はい、アエロフォロートさん、ちょっと和食出してくださいって感じですね、本当に。はい、和食嫌いなロシア人いないんで和食がいいですよ。はい、じゃあハイボールで流します。はい、ということで寝ます。はい、電気暗くなって、はい、これ足もここに置いて、でフルフラットになるので、もうこれフルでフラットになるんで、フルにして寝ます。はい、ではまた。はーい、もうあっという間です。全然疲れないでハバロスクまで来ました。めっちゃ楽ですね、やっぱりすごい。はい、もう朝になりました。ウラジオ到着が朝9時か10時だったので、もうすぐですね。はい、はい、まああと30分ぐらいで着くのかな。めっちゃ楽でしたね、やっぱり。もうすぐ着陸します。そして今日は迎えに若者2人が、ロシアの女の子2人が来てます。はい、到着しました。この席こんな感じでした。アエロフロート。はい、では荷物を取っております。はい、荷物も受け取りです。荷物の受け取りですね。ここは一番最初に出てきました、さすが。はい、出ます。はい、若者2人が来ました。若者2人に迎え来てもらいました。はい、彼女らの運転でウラジオに戻ります。